どうも、お酒は私の高松屋です。こんばんは。今日は2021年9月の17日でございます。スーパーチューハイです。スーパーチューハイ飲んどります。何がスーパーなのかわかんないけど、今日は仕事休みでした。実家に戻っておりましたが、草刈りはしませんでした。台風来ておりますね。はい、雨は降ってなくて風がちょっと強いぐらいだったので、やろうとめはできたんです。母親が草刈りする、せんどっちみたいな、せんって言いました。はい、稲刈り前なんですけど、まあその本当にその草刈らない件とかも全部終わってるんですよ。で、母親のちょっと気になるところ、多分気になるところを買ってくれ程度のことなんで、もう分かってたんで、せんよ、分かった、まあ外も風強いしなということで、ところで、ね、何するみたいな、午前中みたいな、仕事、あそうみたいな、頑張ってみたいな。で、何をしてたかというと、ダンスですね。ダンス練習です。来週9月20日は敬老の日なんですよね。我々の業界ではね、あの最大イベントですよね。最大イベントなんで、でコロナじゃない時代はですね、いろんなとこからこうゲストというかボランティアもたくさん呼んでワイワイガイガイやってたんですけど、それができないので、全て職員がやらないといけないという事態に陥りまして、私に課せられたミッションはですね、NiziU の Make You Happy 縄跳びダンスね、ってやつ、ちょっとわかんない、タタ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 ってやつ、はい、これです。これ踊ってたらドン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 音がするんで、あんた何しょんねーみたいな、仕事よみたいなことの感じでした。はい、僕ね、別にダンスの、まあ、スキル全然ないんですよね。大人になってマジで踊ったのはソーラン、どっこいしょどっこいしょのソーランと、あと恋ダンスね、恋ダンス、これぐらいです。3曲目です、今回。まあ、サビはね、なんかこんな、ね、縄跳びのやつ。まあ、そんな難しくないですけど、あの、前奏から A メロ、B メロがね、えぐい難しさ。ダンス未経験者からするとね。なので、必死でやって、なんとか、ものにはなったかなと、正直思っております。はい。皆さんにお見せしたいところではございますが、それは、すいませんね。でいきましょう。第三国志、第三国志です。136が、23日目になってますね。で、戦争まだ起きずということで、ここまで戦争起きないのは久々かな？うん。正直、僕ぐらいのレベルの人間からしたら、はい。あの、早すぎる戦争やっぱりね、厳しいので、はい。これぐらいがやっぱ、1ヶ月ぐらいがやっぱちょうどいいまでありますよね。状況ですね。状況は、舞台状況ね。はい。まあ、完走しました。第一強、チェーキコース、完走です。で、大衆医療も、周囲ですね。これちょっと入れ替わって、これは、あの、ツイッターでね、黒メガネ先生とかに、いろいろご教授いただきまして、ちょっと変わってるんですが、ちょいちょい。はい。レベル48も49ですね。はい、もしかしたら戦争まで、完走と2部隊できるかも。で、盗賊。で、その後なんですけども、戦法経験値がマジ足りない。足りなすぎ。はい。ガチャするしかないのかと思いながらね。いくら銭、ね、銭を稼げても結構限界あるんでね。なかなか戦法経験値たまらないんですよね。で、今季しかも14シーズン目にして最高レベルの、あの、山菜環境なんですよ。で、これですからね。まあ、バチョは覚醒しましたけど、まだ長領も覚醒せず。あ、こっちを4軍でいきます。先に牙を4軍でいきますけど。いやー、なかなかですよね。戦法経験値あればね、もっともっと育成できたのになと思いながら。スタダからすると今季ね、僕の中ではもう最強レベルでこう育成ができてる、まあ、内政はいつも通りあのまったりしてますしてるけど、今グッて来てるんですけど、これ以上どう上がっていくんだって思うところでございます。はい、ということで今日はテーマは別にありまして、まあ、先方品質のね動画上げました。まあいろいろね、
ユーザーからの意見もあると思うので、またいろいろ改善してほしいんですけれども、今日はですね、まあ、未実装の武将っているじゃないですか。未実装の武将がいて、なおかつそれで土地に出てくる、ね、土地の主軍でね、出てくる、まあ、猛者というか、めちゃめちゃ欲しい武将たちがいるので、まあ、それについてちょっと話しながら、なおかつ、奴らの、固有の戦法品質はどんな感じなのかっていうのを、ちょっとね、検証していきたいと思っております。はい、ということで、戦歴で保存してますので、もう一人だけちょっとね、福寿、星子福寿をね、ちょっと見たかったんですけど、ちょっと出てこなかったので、はい。ちょっとそれ以外でね、やっていきます。はい。行きましょう。はい、出ました。いきなり出ました。西夫人です。こいつは皆さん泣かされてませんが、結構レベリングして、僕、レベル7土地、でのレベリングがほとんどなんで、はい。こやつはちょっとね、めんどくさいですよ。陣容詳細出るから最近便利になりましたね。はい。ということで、最後にね、事後。戦法変進出 A ですね。はい。戦闘中2ターン目に敵無数が臆病状態になり、通常攻撃を行えなくなる1ターン持続。さらに対象の強化効果を解除と、めちゃめちゃこれ強いんですよね。しかも、有効距離6。無駄に6。なぜ6なのか。わかんない。はい。陣中力食らって、マイナス1。いや、大凶消去の食らって、マイナス2。関係ないっすよ。関係ないっす、そんな。全く関係ないっす。有効距離6ですから。全員いれば大丈夫ということで。この舞台がね、しかもね、この観念強いっすよね。観念もなかなか強いと思うんですよね。A になってますけどね。はい。まあ、洞察になると。なおかつ、マフかかる。こやつがね、先駆音種つけてるんですよ。なので、もう洞察状態先駆音種活動して、ある程度ダメージを食らっちゃうっていうね、回避以外もね、ちょっときついということなんです。はい。でね、まあ、この舞台はまあ圧勝してるんですが、さっきね、ちょうど、この太子寺舞台ね、今季私のね、注目すべき太子寺舞台なんですけども、でも結構ダメージ食らっちゃってるんですよね。うん、でね。待ってよ。注目すべきは第2ターンなんですけど。ドン。はい。太子寺の西夫人半径効果による、有用効果が消滅。まあ、これはいい。西夫人、事後により、太子寺は臆病状態。まあもうそれきつい。もうきつい。もうね、太子寺これ。きついんですけど、さらに、太子寺は、事後により、寒波、先行効果を解除、攻撃上昇効果を解除、連撃効果を解除、物理攻撃ダメージ増加効果を解除、策略系攻撃ダメージ増加効果を解除、はい、先駆突撃とかね。あと大将三軍とかあそこら辺が全部ねなくなっちゃうということで、厳しい、強い、これ強いっすよね。西夫人強いっす。戦法経験じゃあ品質 A、まあ、S に近い A に、まあ、認定しましょう。はい、ということで、はい、続きましていきましょう。出ました、天下無双呂布です。天下無双呂布ですね。まあ、ジョークとかね、出てきますよね。はい、見てみましょう。天下無双、S。S です、これは。S。ね、手動 40%。で、有効距離5、自身対象という。自身の攻撃が 22.5% 上昇。攻撃距離が2増加。さらに、洞察状態になると。通常攻撃を受けると反撃を行うダメージ率。100%! でけえです。もう、反撃ダメージが半端ねえですね、これ。でけえ。3桁乗る反撃ダメージあるよ。さらに、敵軍全体は挑発するんだよ。攻撃させて反撃させる。まあ、強すぎ。もう強すぎます。これは S です。S でござんしょう。これ実装されるのかな？え？ソットの日に実装されたしてないのか？天下無双、まさに天下無双、S。間違いないです。です。
これ魚二つ入ってんじゃん。これチート部隊魚二つ入ってますよ。はい、抹消しとりますが、はい、ありがとうございます。はい、続きまして出ました星5、オービジンです。オービジン、オービジン行こう。オービジンは C。 あら C ですか。 C だいぶ弱いか。オービジン主導 40%、 有効距離4、敵軍複数1から2ですね。敵軍複数にサークリア警告を行うと 114.1% 主役影響を受ける。さらに退場は兵力を回復できなくなる。3ターン継続。強すぎませんこれ。えぐいっしょ。しかも準備ターンなしなんですよ。えぐいっしょこれ。 C のわけないでしょこんな。 A でしょ最低でも。 A、 とんでもないよこれ。ほんまマジでこれはえぐい。ほんとえぐい。1体と2体の比率は分かんないけど、2体当たっていいにはね、ダメージも出るし、しかも知略影響がついたんですよ。でも3ターン兵力回復できないとマジ強すぎます。しかも 40% 高いからね。これは強いよ。どうなんだい。 A、 いや S。 はい、ということでです。はい、最後候補数。候補数ってね、このちょっと筋肉ムキムキ型正面向いた候補数がいるんですよね。皆様当たったことあると思います。はい、候補数どうだ。 C、 あ C ですね。 C 主導 45%、 まあまあ、有効距離4の敵軍複数、有効距離2体確定ですね。2体確定。敵軍複数に作例攻撃 50.1% 弱影響。さらに対象は燃焼状態、毎ターン兵力が一定延長する 50.1% 地力影響一旦持続ということでございます。まあ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 、でも C ってことはないか。でも 45% ね、いや高いよ 45% は、うん、ほぼ2回に1回で準備ターンなし、リクソンみたいな感じだね、うん、ただダメージ率がちょっと低い。まあ地力影響ですけど、まあ、リクソンの場合はね、あの燃焼効果とめちゃめちゃダメージ出ますけども、まあ、ちょっとダメージは低いということなんで、まあ確かに。でも C ってことはないでしょ。C ってことは、この発動率だった A クラスでもおかしくないんじゃないかな。はいはい、ちょっと副樹はね、またね、副樹とか、まあ、他にもまだね実装されたみたいな、レベル8、9とかの土地になったのはいろいろあると思うんですけども、はい、その後実装されるかどうかちょっとわかんないですけど、なかなか強力なね武将がたくさんいました。戦法品質ね、一回また修正かけたりしてもいいと思うし、いろんな意見が出てますよね。アイコンとかの問題もあったり、見にくいとかね、まあ、いろいろあるので、まあ、初心者のためっていうのもあると思いますけども、工場と殲滅をの効果とそのね価値とかで分けた方がいいとかっていう意見もねコメントでありましたし、自分にとってはこれだ、これは C じゃなくて A だろうとかね、いろいろあったので、まあ、そういったのをちょっとね、まあ、アンケートにも取ってね、もう一回精査するのもいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、お酒は私たちがマザヤンでした。ありがとうございました。